10期連続当選の大物が第一声。しかし何も役に立ってないじゃないか。何の役に立ったんだ。しばらくお待ちください。始まる前に文句をつけられたのは実は今日が初めてだ。対するは野党統一の女性候補。必ず選挙区で勝たせてください。事実上の一騎打ちの狙い撃ちされた元幹事長は、その東京8区です。石原ファミリー長男である石原伸晃さん、敗戦確実となりました。立憲民石原さんは比例での復活に望みをつなぎます。立憲民主党の新人吉田さんが当選確実です。